皆さんこんにちは、アクレプチャンネルのメラです。今回は以前 Twitter とかで話題になったこちらですね。こちらのクリアスライダー、買ったはいいものの何を飼育しようかなと思っててずっと悩んでたんですけど、やっとこれを使って飼育する生き物を見つけたので、そちらの方を飼育していきたいと思います。それではやっていきたいと思います。この中に生き物がいるので、これを開封して生き物をお見せしたいと思います。この中に入っているのはね、こちら水物ですね。今回は水物の生き物を飼育します。ちょっとこれだとね、何が入っているかわかんないので近くで見せていきたいと思います。袋の中に入っているのはこちらのカエルですね。今回はカエルを飼育したいと思います。この子の名前がホワイトコンゴガエルですね。コンゴガエルの白いカエルになります。それでは飼育環境の方を作って飼育していきたいと思います。飼育環境を作るのはとても簡単で、この中に水を入れるだけで OK です。はい、これで飼育環境ができました。水は軽き抜きとかはやってません。これだと寂しいので同梱されていた葉っぱを2枚入れていきたいと思います。2枚入ることができました。最後にカエルを入れて終わりになります。1匹目入れていきたいと思います。2匹目、3匹目、これでもう終わりです。さっきはこの子のことをコンゴガエルの白いやつと言っていたんですけど、正式名称はコンゴガエル粒子という名前になります。この子はコンゴに住むカエルですね。まあ名前の通りですね。いかがだったでしょうか。やっと100均のクリアスライダーを使って飼育する生き物が見つかりました。ずっと何を飼育するかなって悩んでたんですけど、砂を使う系だとコバエとかが湧いたりで、通気口もでかいのでそこからコバエが入ったり出たりで、まあね、それでちょっとなぁと思ってて、まあ水物だったらそんなことはないのかなと思います。今回はこれで動画の方を終わりにしようと思います。アクレプチャンネルではマニアな爬虫類、両生類、寄虫、魚類などを動画にしていきますので、気になる方はぜひチャンネル登録お願いいたします。あと Twitter、Instagram、TikTok 再生リストなどを概要欄の方に貼っておきますので、皆さんぜひ見てみてください。それでは皆さん、バイバイ。